ルイス・アントニオ・ヒメネス・カマカーロは、ベネズエラ出身のプロ野球選手。メキシカンリーグのオアハカ・ウォーリアーズに所属。1999年にオークランド・アスレチックスと契約。その後、ボルチモア・オリオールズ、ロサンゼルス・ドジャース参加のマイナーリーグチームでプレーする。2006年2月1日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。この年は、 AAQ ポートランドシードックスでプレーオフの12月20日にマイナー契約で再契約した。2007年はスプリングトレーニングに招待選手として参加する。同年はボルチモアオリオールズ参加の AAQ ボーイベーソックスでプレーオフの11月27日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2008年は AAQ ハリスバーグセネターズでプレー マイナーリーグ通算100本塁打を記録した。シーズン終了後に FA となった。2009年に日本プロ野球の北海道日本ハムファイターズの春季キャンプにテスト生として参加し、2月16日に契約を結んだ。シーズン開幕から1軍登録され、4月3日の東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕戦に6番一塁手一でスタメン出場した。 その後は主に相手チームの先発投手が右投手の際に一塁手として試合に出場した。しかし5月以降は2割を下回るほどの打撃不振に陥り6月9日に打撃不振のため登録抹消された。そして7月27日に戦力外通告を受けた。8月3日に自由契約公示されシーズン中途で対談した。 最終成績は39試合で打率、231、5本塁打、14打点だった。チーム統括本部長の島田と島佐は、戦力外の理由として、故障や成績不振に加えて、練習態度などにも問題があったためとした。2011年1月7日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、トリプル A 級タコマレーニアーズでプレー。二千十二年は、 開幕からトリプル A 級タコまでプレーし、125試合の出場で打率。312、20本塁がオプス911の好成績を残し、9月4日の対ボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。9月7日の対オークランドアスレチックス戦でメジャー初アンダを放つ。2012年12月11日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 2013年は、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレーした。オフの12月11日に韓国プロ野球のロッテ・ジャイアンツと契約した。2014年は、膝などの故障もあり80試合の出場にとどまり、同年限りでロッテを退団した。オフは、母国ベネズエラのウィンターリーグでプレー。2015年7月6日にメキシカンリーグのメキシコ・シティレット・デビルズと契約。 オフには、第1回、WBSC プレミア12のベネズエラ代表に、選出された。チームが勝利した、アメリカ、ドミニカ戦ではいずれも決勝打を打ち、打率。389、1本塁打、8打点をマークした。2017年4月2日にレッドデビルズを解雇となる。2018年5月3日にメキシカンリーグのアハカ、ウォーリアーズと契約。巨体を生かした。 超打力と巨体に似合わない全力疾走が持ち味。プロフィールの体重 120kg は日本球界在籍時最重量だった。2009年シーズン開幕前、札幌テレビ放送の土産小ワイド1 8 2にターメルスレッジと共演した際、出された寿司に苦手のわさびが入っており悶絶。愛嬌のあるキャラクターとして認知されるようになった。 ダボダボのズボンや気温の低い試合での大げさなネックウォーマー、デーゲームでの大きなサングラス、カイロを手で持ちながら守備につくなどの姿が話題になった。毎日のようにマクドナルドに行き、照り焼きマックバーガーをよく食べる。ついたあだ名はマックの怪人。北海道日本ハムファイターズの主催する東京ドームの試合中にエキサイトシートの子供に対し、 ボールを投げてプレゼントしようとしたところ、スーツを着た会社員風男性が横取りをしたのを見て、猛烈に怒り、ボールを取り損ねた子供に対し、NEXT と言って、実際に次のイニングの際にボールを持ってその子供に手渡し、観客から拍手を浴びた。ありがとうございます。